はい、どうもどうも、マインクラフト雑談です。今回も、引き続き、石のピラミッドの続きをやっていこうかと思います。撮影日は4月19日の、2019年4月の18日です。この一つ前の動画ではなくて、回では、焚き火をしてきたって話をしていたんですけど、続いてはロマサガ RS、 スマホゲームのロマサガ RS の話をしてみようかと思います。なんかね、今日またデータが消えたんじゃないかってのがつい先ほどあって、肝が冷えたばっかりでありました。いわゆるデータ連携をしてたんで大丈夫だったんですけど、スマホの性能が悪いのか、もしくはなんか不具合があるのかわからんのですけど、読み込みめっちゃ遅いっていう、頑張って読み込んでいる感じですね。あんまりこの構造物を増やしすぎるとパソコンの処理が追いつかなくなってくるっていうのはまああるんでしょうね。こっちにあるあの島とか今頑張って読み込んでた感じですけど、はいはい、それはさておきですね。はい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 、作業場所まで行きます。なんかね、そのゲームやれどやれどフリーズするし、で何回かフリーズしてると、いつも起動画面になったら出てくる ID っていうのが急に消えてるっていう恐怖。いわゆる Google Play Games とデータ連携をしてたんで、まあ ID が一時消失したような感じなんですけど、復旧できたんですけど、ちょっと怖いっすね。なんかそのもっといい方法ないのかっていう、インペリアルサガ、ブラウザゲーム、フラッシュでできてるせいで今年の12月でサービスが終了しちゃうんですけど、インペリアルサガとかはまあ今までそういうような不具合って起きたことなかったんですけど、フラッシュゲームですから、そのブラウザーに情報がまああるというか、向こうのサーバーに情報があるっていう感じで、データがこちら側のパソコンに保存されてないはずなんで、かなり不安なはずなんですけど、データが消えるようなことはなかったんですけど、ロマサガ RS はもう今日を含めてもう3回目か4回目ぐらいですね。で、最初の時はそのデータ連携とか復旧のやり方っていうのが分からなかったんで、泣く泣く新規プレイを始めてしまったんですけど、まあ、今回に至ってはまあデータ連携をしていたっていうことで、まあ、事なきを得ました。ユーザーアンケートがあったんで、そのデータ連携の重要性っていうのをもっとその、大々的に書いた方がいいんじゃないかっていうのは言っておきました。一応ゲーム内ではそのデータ連携してくれたら500ジュエルプレゼントみたいなミッションがあるんですけど、500ジュエルじゃなくて、データ連携しておいたらその不具合が出た時に、その復旧が早いよとか、まあ復旧できるかもしれないよっていうようなことが重要事項だと思うので、それはまあ包み隠さず書くべきなんじゃないかなと思いますね。そしてこの、今日その一つ更新があったんですけど、死ぬほど動作が安定しないのは一体どういうことなんだろうかっていう、私のスマホ側の問題なのか、あるいは運営側の問題なのかわからないですけど、まあちょっと戦闘してるとすぐフリーズするっていう感じが続いてましたね。でまあその行き着く果ては ID が画面から消えるっていうことだったんで、今怖くなってちょっともう ID 今復帰できたんですけど、これはいかんってことで、今スマホはちょっとシャットダウンして、マインクラフトをやっている感じです。まあ不安定ですね。まあそんなもんなのかもしれませんけど、やっぱりそのゲームってやった結果が残ってるのがまあ楽しいわけで、それがまあある日突然予期せぬ事態でぶっ壊れるっていうのはやっぱり怖いなと。まあ、ファミコン時代のドラクエとか、まあ、よく消えたんで、その時代のことも多少思い出したりしますけど、どうなんでしょう。やっぱりスマホの性能がいいやつを使ってると、
そういうことも少ないんですかね。私は京セラ製の、ディグノっていうやつで、いわゆるアンドロイド携帯なんですけど、別に悪い携帯、なんせ京セラですからね、悪い携帯ではないと思うんですけど、なかなかこう、そういうことが何度もあって悲しいという感じです。まあ、データ連携に関しては、データ壊れた疑惑に関してはこれぐらいにして、今日からなんか新しいイベントが始まったみたいで、なんとか大学統一なんとかテストみたいな感じが始まりましたね。キャラクターの育成じゃなくて、持っているスタイルの能力をまあ平準化した上で、相手が出してきたミッションをクリアするという感じでした。まあ一つ難点があるなら、一回挑んでみないと相手のこの特徴とかがわからんっていう状態。一応その一個一個のテスト、課題に、まあ名前がついてるから、そこから推測して、準備していけばいいんでしょうけど、まあ空振りになることが多いというか、結局最良の戦術を考えるっていうのが、一回は負けてみないとわからないみたいな感じで、やる前にせめてボス情報ぐらい見れてもいいんじゃないかなって気はしましたね。皆さんはもう、これまあ配信するのはちょっとだいぶ時間が経ってからになるような気がするんですけど、ロマサガをたくさんやられてる人は、ちょっとこれベッドに仕替えときましょうか。どれぐらいクリアされてるでしょうね。結構その持ってるキャラの育成じゃなくて、その性質を駆使する感じですから、まあパズルというか、まあそんな感じで、まあ、いっぱいキャラがいたりとか SS キャラがいた方が有利は有利なんでしょうけど、もしかしたら A キャラとかでもいけるのかもしれません。記憶の範囲で言いますと、第一試練は、確かその打属性に弱い魚が出てくるから、ボス一人だから打属性で突破するみたいな。第二試練のことは忘れましたね。で、第三試練もあんまり覚えてないですけど、そんなに苦労しなかった気がします。4問目が結構凶悪だったというか、ボス戦が、どうだったかな。麻痺が効く、ガルドウィングだったかな。麻痺が効くガルドウィングと1対1で戦うみたいな状態で、ガルドウィングが、と戦うみたいな状態で、それが3戦目かな。で、麻痺効くんですよ。だから麻痺攻撃でボコればいいと思って、麻痺使えるやつを入れるんですけど、耐性がゼロの割には全然入らないと。で、麻痺が効くか効かないかぐらいで全滅するっていうのを続けてまして、これ麻痺をちょっと当ててボコるっていう作戦は多分通じないなって思ったので、アルベルトを、SS のアルベルトを入れて、パリーを、風天部の陣で、パリーを使って相手の攻撃をしのぎながら、流し蹴りとかで相手の腕力を削りつつ、パリーでしのいで倒すという感じで倒せました。多分それが正解だったんじゃないかなっていう感じですね。まあ相手が物理攻撃しか使ってこない相手なので、パリーでまあガンガンと攻撃をさばけると。そしてまあ流し蹴りを使えば相手のダメージも下げていけるので、そういうような耐久戦になりました。第4戦は人間キャラ4人、敵が人間のが4人で、まあ、体力吸収を連発してくると。そしては1回の体力吸収で、ヒットポイントが完全回復する。4800ぐらいあったような気がするんですけど、っていう相手で、スタン耐性だけ、ゼロっていうような感じでした。まあ、それは残属性で一匹一匹しらみつぶしに倒しながら、スタンとかで止めながら倒しきるという感じでしたね。そんなに難しくなかったような気がします。第5試練はアリとの3連戦という感じでしたね。まあ、打属性攻撃がよく効くので、打属性を
固めながら、そして、またあのアルベルトでパリでしのぎながら、打属性でボコボコ倒していくという感じで、まあ、クリアできました。あれはもしかしたらあの打属性の強いところがいる人とかはそれでまあ力押しでいけるような気はするんですけど、敵が3対3対3対の3連チャンでしたから火力押しにも限界があるんじゃないかなと。まあ、強化できてるパーティーだったら、だいぶその火力押しができるんですけど、なんせあの能力が平準化されていて全プレイヤー同じ条件で戦ってますから、打属性の強い攻撃とかを持ってるキャラでも、まあ、あの向こうが設定している能力値以上にダメージは出ない状態ですから、なんとかしてあの相手の攻撃をしのぎながらターン数を稼ぐっていうようなことは必要だったんじゃないかなと思われます。私はそれをパリでしのぎました。で、まあ、あの今回のそのイベントの意図っていうのを考えてみると、多分戦術の大切さっていうのをまあ教えてくれるっていう感じじゃないかなっていう気がしますね。まあ何でもその火力押しでいけるところもあるんですけど、まあ印象的だったのはあのパリがめっちゃ有利っていう感じでした。逆に言うとそのアルベルトじゃなくても例えばあのロマサガ2の重装歩兵のベアとかね、いなかってパリが使えるやついなかったらかなり苦労するんじゃないかなって気がしますね。そしてパリめっちゃ便利ですね。あれあの多分パリを待機中に攻撃を食らったらほぼ 100% であれ弾いてくれるんじゃないかなと。パリミスは僕がやってて一回もなかったです。だからまああの普通のクエストとかをやっていても、パリがまあ使える状態だったらすごい有効に立ち回れるんだろうなっていう気はしました。でまあ憎いところがあれ消費 BP が7、何もしてない状態で7も使って最大覚醒しても5までしか減らないんですね。でワンターンの BP 回復が3ですから、まあつまりそのパリを連発するっていうパリだけ使っとくマンっていうのは作れないことになってるので、何ターンか一度にぐらいに BP 回復するために素振りをしないといけないっていうような仕様になっているので、なかなか、難しいですね。まあだからこそその、ディフィレクト回避率が高いっていうのはあるんでしょうけど、なかなかあの手に汗握る感じで楽しかったです。でまあ今回の、イベントを経てパリーがまあ使えるっていうのと、アルベルトが結構いいキャラだってことが分かったんで、正直あんまり強く育ててなかったんですけど、今後のことを考えて、育成するのもいいんじゃないかなと思ったりもしました。あとこれ多分多くのユーザーが、長くやってるユーザーがもう思ってると思うんですけど、 SS キャラが結構溢れてくると、なんでしょう、正直この2軍になってる SS キャラが結構いるっていう感じですね。私はあのブルーとルージュはめっちゃ使うんですけど、全突破までして手に入れたアセルスを結局ほとんど使っていないという状態になりまして、アセルス欲しかったからいいんですけど、もしかしたらホワイトでアセルスよりももっといいアセルスが出てきた時にやった方が良かったんじゃないかなと思ったりもしました。剣キャラっていうのが結構たくさんいるんですよね。はい、そんな感じで、まあちょっと話すことも終わりそうなんで、この辺で、作業を終了しようかと思います。ピラミッド結構な高さになってきましたね。ちょっと登っていってみましょうか。ピラミッドそうですね、こんな感じですね。結構いい高さになってきました。はい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 、高さ限界です、あの頂上が。下から見たらどう見えるかとかっていうのも気になりますけど、なかなかいい感じですね。これがあの最終的に岩盤まで伸ばそうと思ってるので、最後までいけたら結構な建築になるんじゃないでしょうか。はい、それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。